さあ、人は嘘をつく。イベントストーリー第4話やっていきましょう。学校で、職場で、数えきれないほどの嘘をついて生きている。私にはできない。当たり前に会話して、輪を作って、何の違和感もなくじゃれ合って、笑うなんて。だけど、この時の私はまだ知らなかったんだ。この日を境に寒気がするほどの光と眩しいほどの闇と苦しいほどのぬくもりにこの身を焦がすことになるなんて。さあ、アニメの冒頭のナレーションですね。いやいや、これからアニメが始まるんだという印象を受けますけども、いやいや、まあ、これがまた聞けるとは思わなかったな。芸能プロダクション GIP、 すごいっすよ。アニメのみゆちゃんちの団地の下ですよ。わお、懐かしいな。背景、突然のお手紙失礼いたします。芸能プロダクション GIP と申します。この度我が社の新プロジェクトのメンバーに滝川みゆ様が選ばれました。まあなんか、まあ、アニメだから、まあ、こんな違和感なく入ってますけども、普通になんか普段生活してて急になんかこんな黒いなんか手紙がポストに入ったらびっくりしますよね。それ自分宛だったらもうなんかやっとけみたいな感じになりますけども。つきましては詳細をご説明させていただきたく、12月17日東京動物園ゴリラ折り前にお越しください。東京動物園ということで、僕が属している協会ですね、東京動物園協会の、まあ、上の動物園ですかね、ゴリラの前でお越しくださいということで、はい、そういうことでございます。なにこれ。ハル、ねえねえ、おかえりってことで、ごめんなさい、僕がこんな、なんかね、声を出してしまって申し訳ないです。ちょっとちょっとすいません、耐えてください、ごめんなさい。みゆの母、おかえりみゆ、お疲れ様ってことね。あ、優しいお母さんよ、この人は。はる、お母さん、ただいま。体調どう？うん、いつも通りってことね。みゆちゃんの、お母様は、ちょっと体のね、体が弱くて、まあ、なかなかね、お仕事に行けない状態だから、まあ、みゆちゃんがアルバイトをして、まあ、生活費を稼いでる、そんな状態ですね。そっか、ご飯の準備するね。はる、わーい、ご飯ご飯ってことね。このはるちゃんがね、またね、無邪気で可愛いのよね。芸能プロだなんて、こんな手紙馬鹿げてる。うん、どこにそんな時間があるの。そうだよ、こんな怪しい手紙と言いつつも、数日後東京動物園ゴリラ折り前。そうだよ、わざわざ埼玉県が来ました。ねえ、あなた、もしかして。はてなはてなはてな、この声はまさか。え、その封筒、やっぱり私だけなわけないって思ってたんだ。おお、まだこの時はね、もうね、本性隠してますよ、ランランは。私、藤間さくら、よろしくね。滝川みゆ。うん、みゆちゃん、名前かわいいね。いや、このコミュ力が欲しい。なんだろ、このコミュ力が欲しいわ、俺は。あ、私、この動物園来るの初めてなんだけど、迷っちゃって。よかったね、最初に会えたのが本当みゆみゆでよかったよ、ランランは。なんでゴリラの前なんだろうね、謎だよね。それに謎といえば GIP。 でもこうやってランランがね、一方的に喋ってくれるのは、まあ、人として僕はありがたいですね、こういう子。今回のオーディションのために日本中の可愛い子に声かけてるって噂があるんだよ。どこの噂だそれは。だからきっとこの辺にいる子ってみんな。うん、陛下様、はてなはてなはてな、どういう気持ちなんだろうこの時陛下様どういう気持ちなんでしょうか。あお、ニコルン、うん、この後ね、先のこと言っちゃうけど、恫喝されますから、ニコルンに。
バリ来るんじゃなかったね。モサどもが、モサどもの中にこんなミウちゃんのような言い方あれですよ、草食動物がね入って食われちゃうぜ。それにミウちゃんもお肌すべすべで真っ白だし、足もスラッと細くて。そうだよ、ミウちゃんはすごいんだよ、いろんな意味でね。仲良くなれそうな子がいてよかった。うん、みゆちゃんも今後ね、さくらちゃんがいてよかったって思ってくれてますから、よかったですね本当に。返答に困る。一緒にいてくれる。あー、なにこれ、こんなこと言われたら一緒にいるに決まってんじゃん。うん、あ、嬉しそうだ。はてらはてらはてら、この声はまさか。出た、ジュンジュン。うわー、怖いよ、食べられちゃうんだ、私ここで食べられちゃうんだ。なんでジュンはこういう発想になったんだろうな。ゴリラは人間を食べないと思うよ。そうそう。うわー、嘘だもん、こいつうまそうだなって目で見てたもん、ソースかケチャップで悩んでるもん。なに、ゴリラはなんかジュンのことをポテトだと思ってんのかな、なんか。レイカ様、ちょっとあなた、私は今大切な約束の待ち合わせ中なの、騒ぐなら、外でやってくれるってことね。でもすごいな、レイカさん、見知らぬからね、接点ないですから急にこんなこと言って、やっぱりレイカ様すごいですね。キャメスゴリラ出たな、メスゴリラ、本当にね、凶暴なメスゴリラだ。え、どこどこって、レイカ様も本当に天然なのよね。普通ね、こんなこと言われたらね、誰がメスゴリラよみたいなこと言うけどね、キョロキョロしてるし、何よ、どこにもいないじゃないというね、もうね、冗談が通じないですよこの人。うん、だからね、ポンコツだなんて言われるんですよね。大切な約束って、もしかして、そうそう、え、あなたたちも、それなら私も。おう、タダジュンだよ、よろしくね。すいません、あなた方も参加者ですか。あかねちゃん、なんで私たちが参加者だってってことね。お話が少し聞こえたのと、あなたがとても綺麗だったので。まあ普通に本当、あかねちゃんは率直な気持ちですからね、もう本当にこう思ってるんでしょう。はっ、ふ、ちょやめてよ、褒めたって何も出ないわよってね、可愛いですね。うん、不意を打ったつもりはありません、事実を述べたまでです。そう、レイカ様はね、裏表が本当にないんですよね、こう表しかない本当に、だから冗談も通じない、事実ってね。いや、レイカ様本当にね、綺麗ですよ、あなたは本当に。うん、ねえ、ちょっと場所ここで合ってる？ねえ、本当にね、あやかちゃんはこれ12月ですよ、12月17日、結構寒いよ、こんな胸元もね、こんなスカートを短くしちゃって寒いはずなんですけども、すごいな。うん、合ってるよ。あなたはなんで私たちが候補者だとってね。あなたが可愛かったから。はい、ね、あやか VS レイカ、ここから始まってます。絶対聞いてたでしょってね。足綺麗だね、寒くない？うん、ガクブルだと思うけどな。全然平気だって、これオーディションでしょ、使えるもんは全部使って審査員を濃殺しなきゃね。すごいよ、女を使ってますよ、あやかちゃんは、さすがですね。濃殺ってフラチナって。いやいや、レイカ様もね、すごいもん持ってますから、この後ね、拝まれますよ。なんだか、ワイワイ楽しくなってきたね。そう。そうだよ。ちょっとそこ、うるさいわ。今、読書中なの。ねえ、あ、出ました、ニコルン。この時読んでる本は、確か、なんか、みんなと、ね、猫と仲良くするにはとか、なんか、確かなんか、みんなと仲良くなるにはみたいなコミュニケーション本を確か読んでたと思うんですけども。全国から選ばれた候補者がこれじゃ、日本の芸能のレベルも地に落ちたわね。ねえ、こんな偉そうなこと言ってますけど、お勉強できないですからね、この子は。
じゃあ、あなたも？うん。さ、どうかしら。他の候補者はこの低たらくじゃ、5分後には帰ってるかも。でも、驚きだったんじゃないですかね、皆さん。この、まあ、アニメを見た方はどうでしたか？本当に、この初っ端斉藤ニコルという子を見た時にどういう印象を抱いたか、よかったらコメントよろしくお願いします。うん。でここでね、みゆちゃんを見るという、まあね、まさか最後にああいう関係だったとは思わなかったですよね。あ、間に合った。さあこれ間に合ったのかな。東京の地下鉄オニアで、ほんま迷路の実験かと思ったわ。で、誰がモルモットやねん。あっちゅう間に増殖したのか。一人でボケとツッコミやる、さすがね、みやこですね。驚いちゃってるよ。お見受けしたところ、あんたらも手紙の人らしいな。時間に正確なんは社会人として当然やな。うん、完全に間に合ってない、この人。心の声です。これはうちはみやこ、何はなくともみやこがいる、何はなおしゃべりガール、こうのみやこや。いや、もう素晴らしいですね、みやこは。もうこの時点でも挨拶のフレーズがもう決まってるというね。仕事が早い。夜行バスで挨拶考えてきてん。どない？ギブミーリアクション。皆さん、アニメを見た方はわかると思うんですけども、みやこが東京に来るときに、僕は、僕の記憶が正しければ新幹線に乗ってたんですよ。でも、この時の会話は夜行バスになっている。あんまりこういうとこは続かない方がいいのか。いや、どないって言われても、とね。もう、レイカ様はね、もう真面目だから、もう、返せないよ、こういうのは。これで、8人。うん。ん？やあ！ゴリラ！ほんと失礼よね、この二人。もう初対面の相手ですよ。慣れてきたともかく、初対面の相手に、ゴリラーっていうのも失礼ですよ。よくぞお集まりくださいました。GIP のゴーダと申します。こんなね、もう、ねえ、すごく丁寧で優しい方ですかね、ゴーダさんは。さあ、第5話やっていきましょう。動物園ゴリラおり前です。よくぞお集まりくださいました。 GIP のゴーダと申します。ごっついな。 GIP って手紙の。オーディションがあるんじゃないんですか？オーディションなどありません。何？すでに選別は終わっております。あなた方は偶然ではなく選ばれた8人なのです。選別って言い方もあれですね。まあよく都市伝説界は人類選別とかございますけども、我々が求めているのは新しいアイドルです。確かにね、めちゃめちゃこれは革新的なアイドルですよ。7分の22はいきなりアイドルに選ばれたなんて手紙が届いたから、なんとなく来ちゃったけど、これ騙されてるんじゃ。ねえ、怪しいもん。いきなりなんかゴリラオリの前に来いっては言って、こんなごっついゴリラみたいな人がいきなりなんか選ばれた選別だなんて言われたらね、もう怪しすぎるもんね。ニコルン？レイカ様、ちょっと、こんな怪しい話についていくつもりで、他のみんなもってね。うん、怪しい。でもここでついていけば何か変わるかもしれない。ねえ、もう本当に変わっちゃうからね。あなた方の部屋です。事務所にいるときはこちらで待機していただきます。すごい部屋よね、ここも。なんやこれ、動物園の地下になんでこんなものが。レイカ様、これはってことね。こんなまじまじと見ることもないんですけども、こんな近くで。やっぱり遠目から見ると骸骨ですよね。なんか人間のなんか頭蓋骨に見える、ね、感じもしますけども、真ん中にあるの、これはあれですかね。鏡みたいな感じなんですかね。で、なんか両サイドになんか人が立ってます。女神みたいな感じで。うん。
さあこれも気になりますね。こんなまじまじと見ることないかな。壁です。細かいことに関しては我々も知らされていません。分かっているのは壁が不定期に指令を吐き出すということ。そしてその指令には必ず従わなければならないということ。もう絶対服従ですよ。逆にもう気になるのが、郷田さんはこの壁からの指令、まあこの説明を、壁に不定期に指令を出す、吐き出すということを誰から聞いたのか、郷田さんの上の方が知りたいですね。指令って？わかりません。我々もまだ一度も指令が吐き出されたところを見たことがないので。そう、郷田さんはこの説明を誰から受けたのかっていうのが気になりますね。レイカ様、じゃあ私たちは誰が何のために選んだかもわからないし、目的もわからないものに従うしかないっていうのっていうね、ちなみにこれアニメ見た時にすごくレイカ様は早ゼリフを言ってんなと思ったんですけども、ここはすごかったですね。そうです、そうですそりゃ素敵なアイドルだね。壁はプロジェクトの絶対的存在です。もうね、ここの時点でもう七虹のね、そういう存在って言ったらもう秋元康さんしかいないけどね。あんたたちバカ急にあんたたちバカってアスカかお前は相手が誰かなんてどうでもいい。これはチャンスよ。まあね、うん、スターへの道が用意されているなら利用するまでよ。うん、なあ、だから考え方的にはね、あのニコルンじゃない、あやかちゃんの近いやつ、使えるものすべて使ってみたいな感じですから。チャンスか。みゆちゃんどう思う？うん、みゆみゆって、あれ、みゆちゃんがいない。滝川ちゃんどこ行った？みゆちゃんどこ行ったの？まるで別世界、とても私のいる世界じゃない。こんなところに来るべきじゃなかった。なんでしょうね、ここさっきのあんたバカからもう完全に思考がなんかあれなんですよね。もうエヴァなんですよね。もうシンジ君にしか見えねえよ、ミュウちゃんが。滝川ミュウさん、どちらへ？帰ります。やりたくないので。1週間後の12月24日、その日があなたたち8人の結成日です。これは決定事項です。あなたは必ず来る。ん、なんかこの流れでいくと、なんかエヴァつながりでいくと、郷田さんは美里さんなのか。美里さんになってますよね、あの人、あのお姉さん。今に始まったことじゃない。大人は勝手なことを言う生き物だ。うん、相手の気持ちなんかお構いなしに、無慈悲に、無責任に選別する。これはわからんでもない。うん、そういう大人たちがこの世界を作ってるんだ。でもいいとこついてるじゃないですか、本当に。うん、だからね、作ってる世界だから、日本で言うとまあその国会議員とか官僚になるのかな。そうね、これ全て当てはまりますね。数日後。もう来なくていいって。困ります、私生活が。いや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 、このシーンですよ本当に。この店長の方、うん、この後メディアいますからね。店長、困るんだよね、うちはチームワークを重んじてるから。お客さんからも愛想が悪いって苦情が入ってるよ、笑顔の一つもないって。ってことね。ちなみに多分この、店長の後ろのマジックボードになんかシフトのうんぬんかんぬんがあると思うんですけども、アニメバージョンチラッと映った時はめちゃめちゃみゆちゃんはシフトが入っててね。で、うん、まあ確かに、愛想がなくて、まあね、笑顔の一つもないって、まあ苦情が入ってるって言われてますけども、うん、なんかね、なんかポジションを変えればじゃないですけど、なんか品出しとかそういうところに行けば彼女はめちゃめちゃ働いてくれると思うんですよね。苦手なんです、人前で笑うのが。うん、苦手ね。いいかい、仕事ってのは雪かきなんだよ。自分家の前を履くのは当然、人ん家の前まで履いてあげて初めてお金がもらえる。
やりたくないこともやるから仕事なんだよというね、ちなみに舞台挨拶の時に、一番心に来たセリフ何ですかって言った時に、海野さんがこのセリフを挙げてましたね、でもまあそうね、確かにそういうことよ。まあそれが仕事なんだなって思うんですけども、ね、俺やっぱりこれはね、 GIP からの圧力があったとしか思えないんだよね。みゆちゃん、まあ、確かにね愛想がないかもしんないけども、やめられたらなおさら困ると思うよ。仕事もクビになって、私明日からどうしたら。懐かしいお風呂ですねこれは。また春、ねえねえ、最近お歌作ってないの？とね。え？だってピアノの音聞こえないもん。私、ねえねえのコンサートに行くのが夢なんだもん。とね。店長。はい、キーボードですね。買取価格は、1400円です。とね。なんかシルエットは女性の方ですけども、アニメバージョンでは、でも男性の方でしたね。いやー、これ安いなー、でも。あの、もう少し高くなりませんか？古い方だし、他でもこんなもんだと思いますよ、とね。しないで。その話は二度としないで。あ、怖い、みゆちゃんが。ねえねえ、とね。みゆの母、みゆ、何かあったの？とね。何かあったら、お母さんに話しなさい、とね。ううん、何でも。お母さんは休んでて。多分あのお母さんも辛いと思うよ。絶対何かあったってのを感づいてるから、まあなんかそれを話してくれないのが、まあみゆちゃんの優しさなんだけども、こういう時は私を頼ってよっていうの気持ちがお母さんもあると思うんだけどな。みゆってね、人は嘘をつく。友達や恋人、時には親にだってつきたくない嘘をつきたいだけつく。みゆみゆ、でもそれなら私は。時間です、始めてください。はい、時は、12月24日でしょうかね。でもみゆちゃんが。前回も勝手にいなくなったし、やる気のない人とチームなんて組めないわ。まあそこまで言わんでも、なんか事情があるかもしれんし。みんな優しいんだよね本当に。七二次メンバー本当に優しいんですよね。事情がある、それが彼女の答えだろ。てててて、今のガシャっていう音がなんかドラクエっぽいな。お待ちしてました。あなたのために来たわけじゃない。さあこっからかっこいいセリフきますよ。大人なんか嫌い、選別、指令、指示、強制、みんな勝手で大嫌い。アイドルだって同じ。面白くもないのに笑って、フリフリの衣装着て、お客の前でお尻振ってバカみたい。これを言った瞬間に、ニコルの顔がギリってなりましたね。じゃあ、あなたはなぜここに。一番やりたくないことをしに来ました。やりたくないことをしなきゃ大人になれないっていうのなら、大切なものを守れないっていうのなら、世界一のアイドルにだって何だってなってやる。かっこいいっすね、みゆちゃん。あ、か壁が。私たちはまだ知らなかった。これはサムネかな。私たち8人が集められた本当の理由と、壮大な運命の渦中にいることを、そして7分の22という存在の意味を。